したコミックの中では、まず水木しげる地底の足跡が欠かせないね。この作品はダニッチの回を翻訳した作品で、ヨグソートスをヨーグルトと訳していたり、水木先生らしいユーモラスさがあるんだ。また水木先生独特のタッチで書かれた廃れた村落などはクトゥルフ神話とうまく調和してると思うよ。発表された1962年は漫画界の黎明期にあたる時代で、クトゥルフ神話を取り上げた最初期の漫画であるのは間違いないだろうね。70年代では電気ホラー漫画の巨匠諸星大二郎先生の登場があるぞ。諸星先生は初期からクトゥルフ神話のオマージュらしき要素が多く、しおりとしみこではそのものズバリクトゥルーちゃんが登場してテケリーイーと叫び回ったりしているんだ。他にもアタリロで有名なマヤミネオ先生もクトゥルフ神話の影響を感じるぞ。少女漫画の一ジャンルであるホラー漫画は昔からクトゥルフ神話と親和性が高いんだ。80年代に入るとクトゥルフ神話の単語やモチーフのみを導入している作品が多く見られるようになってきたにゃ。クトゥルフ神話をメイン題材として真っ向から描いた作品では矢野健太郎写真伝説シリーズがあるにゃ。どのエピソードも必殺だけど、みかんのダークバーメイドではダゴン秘密教団が津波で原子力発電所を襲おうと企てるという展開は今だからこそ読みたい作品となってるにゃ。写真伝説シリーズは様々な写真たちが世界に混乱と混沌を撒き散らすという典型的なテーマを描いていて、クトゥルフ神話を日本の漫画に落とし込んだ作品として非常に優れた作品なんだにゃ。一巻にはクトゥルフ神話の作品の中でも記述が少なかった火の神クトゥガーがクトゥルフと共に世界を破滅させるほどの激闘を繰り広げるという名シーンがあって、まさにクトゥルフ神話を理解した作者による作品と言えるにゃ。この作品からクトゥルフ神話に興味を持った人も多かったんじゃないかにゃ。90年代には漫画の中のクトゥルフ神話も多様化が目立ってきたぞ。ご当地はアリシア・ワイは成人向けの漫画だけど、本格的な海外人気作品の雰囲気が感じるね。暗躍する邪神の信奉者や邪神の継続との場面、超人的な力を持った主人公は実に日本漫画的で、クトゥルフと漫画の妙を感じさせる作品だぞ。他にも月城優子召喚の場面も学園が舞台でありながら、中身は本格的なクトゥルフもの、途中でラブクラフト本人の写真も交えながらコミカルな解説が入ったりと、何でもありの漫画らしい面白さがあるんだ。月城優子は他にもクトゥルフ神話ガイドブックの表紙や異色のクトゥルフカレンダーにもイラストを提供していて、クトゥルフファンの中ではおなじみだぜ。2010年に刊行された横島一つのマテレーダブル X では、日本を舞台にしたクトゥルフ神話の怪物たちと日本の妖怪や伝承を組み合わせた日本ならではのストーリーが展開されているぞ。主人公の片腕がナイト・ゴーントになっていたり、ザビエル・シソンやヒラガ・ゲナイがトリックスターとして登場したり、時代に合わせた設定や小道具の使い方がグッとくるぞ。カラパワ若きもノッペラボーはヨグダナと、クトゥルフと日本の時代劇の落とし込みが最大の見どころだったな。そして PHP 出版からはクトゥルフの呼び声、狂気の三百万などの作品を漫画化していて、今や有名なクトゥルフ神話作品はほとんど漫画家になってきているぞ。だがクトゥルフ神話の特徴である圧
圧倒的力を持つ邪神と、その力の一端に触れた矮小な人間の恐怖と狂気に、正面から切り込んだ作品はまだまだ少ないな。最近はゲームやアニメ、そしてフィギュアなどでもクトゥルー神話の要素を感じさせる作品が増え続けている。純国産クトゥルー神話作品が登場する土壌は十分に育った。新しい作品を期待しているぞ。